ドルチャンネル。皆さんこんばんは。中学生のママドルチャンネルのドルチです。今回は顔漫画を作っていきます。で、皆さんは顔漫画って知ってますか？私ちょっと初めて聞いた名前で、それがまた料理だとも思わずに、で調べてみたら、鶏胸肉とかもも肉とかを、なんかご飯炊いた味付けをしたご飯と一緒になんか食べる料理みたいなんですけど、なんとそれが炊飯器でできるっていうレシピがいっぱいあったので、今回は炊飯器でこの暑い時期のぴったりなレシピだったので、今回それを作ることにしました。で、先ほども言ったんですけど、炊飯器で作れて、でさらにワンプレートなので暑い時期にもぴったりだと思います。食器洗いも少なくてパパッとできるのはいいですよね。今回も美味しく作っていこうと思います。今回もよろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。1枚、材料を紹介します。材料は2合分になっています。鶏もも肉または鶏むね肉1枚、米2合、水適量。次に調味料の材料を紹介します。酒大さじ1、塩小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1、ニンニクチューブ、生姜チューブは小さじ1/2です。次にソースの材料を紹介します。玉ねぎ1/2個、生姜チューブ少々、蜂蜜小さじ1、レモン汁小さじ1、オイスターソース小さじ1、醤油小さじ2、ごま油小さじ1。そして飾りとして、きゅうりと卵、半熟の卵を適量です。以上になります。まずはお米を研いでいきます。鶏肉の皮がついている方にフォークを刺して穴を開けていきます。で、私は顔まんがいを食べたことがないので何とも言えないんですけど、この今回はこの胸肉を使うんですけど、もも肉で作ったらまたジューシーさが増したり、さらに美味しくなったりするのかなって気になります。で、火が通りやすくなるまで穴を開けたら下処理は完成です。先ほど洗ったお米に調味料を入れます。酒と塩、鶏ガラスープの素、ニンニクチューブ、生姜チューブを入れたら一旦混ぜます。で、軽く合わせたら、先ほど穴を開けた鶏肉を皮目を下にしてご飯の上にのせます。で、あとは水適量を、今回は2合作るので2合分まで入れます。で、あとは美味しく炊けるように祈って炊飯器で通常炊飯をしていきます。ご飯を炊いている間にソースを作っていきます。まずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。で、こういう玉ねぎが入っているソースって食感がある方が美味しいですよね。なので今回はちょっと大きめにみじん切りにしていきます。で、こうやってご飯を炊いている間に他のものを作ったりできるのもまたいいですよね。時短になります。ちょっとこのままじゃさすがに大きすぎるので、軽く刻んでいきます。あとはソースの材料を全て混ぜるだけです。ボウルに玉ねぎとオイスターソース、蜂蜜、レモン汁、醤油、生姜チューブ、ごま油を入れたらよく混ぜます。で、ちょっとタレにしては水分が少なすぎるので、ちょっと酢大さじ1から2ぐらいを入れてちょっと調整してみます。もしかしたら今回の玉ねぎが大きかったので、なんかそれも関係あるかもしれません。
感じになりました。酸っぱい香りを増してさらに美味しそうです。で、あとはご飯が炊けるまで冷蔵庫で保管しておきます。ということで、カオマンガイが炊けました。ご飯の方を混ぜたいので、この鶏肉を取り出して包丁でカットしていきます。2、3センチくらいにカットしていきます。おお、中もホロホロでめっちゃ美味しそうです。でもご飯取り出した瞬間からめちゃくちゃいい香りが漂ってます。しっかり混ぜます。最近炊飯器の調子が悪くて、そこがすぐこの焦げ焦げになっちゃうんですよね。原因がわからないんですけど、しっかり混ぜて味を全体になじませようと思います。ご飯を混ぜたらいい感じの器に移して形を作っていきます。お、先ほどカットしたお肉も並べていきます。そしてまたまたいい感じの容器にタレを移します。で、このタレはちょっと生の玉ねぎのままじゃ辛そうだったので、電子レンジで2分加熱してから冷蔵保存していました。で、さらに緑を加えるために、刻みネギも加えてみます。で、そこにまたまた半熟にならなかったゆで卵を飾ります。これで完成です。完成しました。めちゃくちゃ美味しそうにできました。で、ご飯の焦げがちょっと固くなってないか心配ではありますが、結構美味しそうにできたので早速食べていきます。いただきます。このタレをたっぷりかけて、この玉ねぎがゴロッとした感じもいい感じです。うん、お、うまっ。すっごく美味しいです。鶏肉がすっごくホロホロで、このソースが酢を入れたので、その酢のおかげでさっぱりした味になっていて、さらにこのご飯の味付けがまためちゃくちゃ美味しいです。うん。で、今回はこの鶏むね肉を使って作ったら、すっごくヘルシーで食べやすかったです。で、あとはもも肉にもちょっと挑戦してみたいです。もっと旨味が出たりはすると思うんですけど、胸肉でも十分美味しいです。すごくさっぱりしていて、炊飯器で簡単に作れるので、もしよければぜひ作ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。ちょうだい。うん、さっぱりするね。うん、うん、うまい。うん、玉ねぎのね、酸味がいい。うまい、うまい、うまい。最後まで見ていただきありがとうございます。もしよければこちらの動画も見ていってください。チャンネル登録は私のお腹を押していただけると簡単にできるので、ぜひお願いします。では。